何の罪もない人々に計り知れない損害と苦痛を我が国が与えた事実、歴史とは実に取り返しのつかない苛烈なものです。あの戦争には何ら関わりのない私たちの子や孫、そしてその先の世代の子供たちに謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません。戦場の陰には深く民意と尊厳を傷つけられた女性たちがいたことも忘れてはなりません。戦争の苦痛を舐め尽くした中国人の皆さんや日本軍によって耐え難い苦痛を受けた元捕虜の皆さんがそれほど寛容であるためにはどれほどの心の葛藤があり、いかほどの努力が必要であったか、そのことに私たちは思いをいたさなければなりません。